から卵2個取り出して水入れます。浸るぐらいに。沸騰してきたら火をやめます。殻を割っていきたいと思います。そしたらキッチンペーパーで水分を拭き取って入れます。めんつゆ、もうこれ1本でいけちゃいます。めんつゆで、水で洗ったのを置きます。そのもやしを全部入れます。いくこれに肉を落として、ちょこっと中火にいきます。じゃあ先ほどのお肉を焼いていきます。お酒を、醤油、じゃあみりん、砂糖、かけていきます。中に入ってるこれとこれを取り出して置いといて、先ほどつけてた卵、こちらも準備して置いときます。3分2分、ちょっと待って、はい、入れます。2分、まあ、はい、火止めて取り目に入れます。麺を入れます。
して、これをね、ちゃんと、じゃあ完成。